放送席、放送席。それでは本日の投打のヒーローお二人をお迎えしました。まずは今シーズン初登板が初勝利となりました小野慎吾投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ようやくの初登板、ここまで長かったでしょうか。いや、まあこの日のために自分なりにしっかり準備は してきているので、やっと開幕できました。その小野さんの開幕で初登板初勝利、今のお気持ちは。いや、もうこのね、3つは本当に厳しい戦いだったんですけれども、まあ連勝できたことが一番嬉しいです。前回は雨で中止になりましたが、気持ちが切れるということはなかったですか。いや、もう常に戦っていたので、やっとねマリーンズの一員になれた、そんな気がします。そして今シーズンマリーンズは若手投手陣が非常に頑張っていますが、そこら辺の刺激というのは。まあ、本当にね、新人が頑張ってくれてたんでね、まあ自分もベテランですが、負けるわけにはいかないので、これからね、どんどんチームの勝利に貢献していけるようにやっていきたいと思います。これだけのファンが小野さんの登板を待っていました。このファンの皆さんにメッセージをお願いします。本当にね、やっと開幕できました。本当にこのファンの皆さんの前で投げることが僕にとって、最高の喜びなので、これをね一日でも長く続けていけるように、これからも一生懸命投げていきますんで、声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。次回登板も期待しております。小野慎吾投手でした。続きましては2日連続のお立ち台となりました角中選手です。おはようございます。実は昨日のお立ち台に上がったものの、ご本人的には最後のバッティングが納得していなかったということなんですが、今日のお立ち台は納得のお立ち台でしょうか。そうですね、はい、納得してます。6回同点のあの場面、どんなバッティングをしようと思っていたんでしょうか。まあ2ボールになったんで、もうここはチェンジアップかフォークしかないと思って、もうその球を待ってました。素晴らしいバッティング、今日で6試合連続ヒットですが。まあやっぱ試合出るからには毎試合ヒットをしたいと思ってるんで、まあいいことだと思います。そして走塁でも、先制点となります2回の走塁、素晴らしかったですね。そうですね、まあちょっと正直3塁でストップかなと思ったんですけど、まあ全力で走っといてよかったです。さらに守りでも9回難しいフライを抑えました。入りました。本当に素晴らしい、角中選手の活躍、チーム連勝で交流戦に向けて非常にいい形で入れるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱりこの勢いのまま、交流戦も戦っていきたいと思います。今日は母の日ということですけども、何かありますか。まあ特にはないんですけど、まあでもやっぱり本当にいつも恥ずかしくて言えないんですけど、やっぱりいつも感謝してますね。そして最後に、今日最後まで熱い応援してくれましたマリーンズファンにメッセージをお願いします。交流戦もどんどん勝ちたいと思うので、応援よろしくお願いします。今日のヒーロー高中選手、そして小野選手でした。ヒーローインタビューは小野投手、そして角中選手でした。まあ、小野投手が、はい、ベテランとは思えない初々しいコメントでしたね。やっとマリーンズの一員になれた。あなたはマリーンズの一員ですよ。そうですよね。やっと開幕したって感じですね。そうですね、本人もそのあたりで、まあ、気持ちよく今日はですね、はい、投げられたんじゃないでしょうかね。結果も出ましたよ。まあ、でも本当にやっと開幕して、このマリーンズのこの好調なね、はい、一軍の中に入ってやっとこう自分とまたチームに対しての仕事ができたっていう思いがやっぱ出たんでしょうね。そうなんでしょうね。はい、